驚愕の大波乱。優勝候補、砂漠の旅人ウルムド・アブドゥルがスタート 1000m でいきなりのリタイア。トップはゼッケン B の636。ジャイロテベリは依然スピードを緩めない。突き放す突き放す。およそ20馬身離して、同じく優勝候補で英国競馬界の実力ナンバーワン貴公子ディエゴ・ブランドーことディオ、全く近づけていない。後続集団との差は50馬身以上に広がった。完全に一人旅だ。完全に一人逃亡劇を演ずるつもりだ、ジャイロ・ゼフェリ。いや、あのディエゴ・ブランド、よく見るとさっきから妙な動きだ。右後方から追ったり、左から寄ったり、そして少しずつジャイロとの差を縮めている。近づき始めている。彼は確か王族も参加するイギリス競馬界でここ数年でのし上がってきた俊英ジョッキー。まさか。ラクダの攻撃があんな形で終わったのには驚いたが、なんてことはないやつのようだったな。今ただのド素人と認識した。先が読めた。またジャイルとの差を縮めたぞ。まさか、まさかあれを見つけたのか、イギリスのジョッキー。いない、いないぞ。どこだ。ディエゴ・ブランドーがいない。おいおい、なんだ、どういうことだ。ディオが消えた。並んでる、並んでる、並んでる、並んでるぞ。すでに左後方首一つ押され、ジャイロ・ゼベリと並んで走っているぞ、ディオ。どういうことなのか。まるで魔法だ。いつの間にかゼベリの加速に追いついている。全くディオが加速しているようにはここからは見えなかった。やはり奴は見つけている。奴は読んでいた。だがこんな短時間でやってのけるとは。なんであろうと必ず癖というものがある。それが機械であろうと物であろうと、特に馬は生き物だし、人間以上にストレスもあれば個性もある。例えばある馬は加速するとき必ず尾を上下させてからダッシュする。またある馬は追い込まれると集団の外側に膨れて走ろうとする。首を振る馬、嫌いなタイプの馬に攻められると耳をくるくる回転させる馬、体を沈めるやつ、歩幅を変えるやつ。レース中個々の馬の癖を読み取り、そこを攻撃すればどんなスタミナの馬だろうと抜くことは可能。当然この男が乗ってる馬にも癖がある。この馬は8回呼吸するごとに1度必ずわずかに体を左にぶらしながら走る。そして当然のこととして、その時ブレた分スピードが落ちる。3呼吸、4呼吸、5呼吸、6呼吸、7呼吸、左にぶれる。抜いた、抜いた、抜いた。ディエゴ・ブランドーが頭一つ抜けた。つまり馬がブレた時だけこっちに加速すれば、我が相場の方は無駄な足を使わずに、疲れさせずに奴のスピードに追いついていくことになる。トップに立っているのはディオだ。馬の癖をつかまれた。ジャイロはこのことを知っているのか。いや、知ったところで癖は直したくても、直そうとすると違う弱点が出てくる。それは人間も馬も同じ差が。しかも一度追い抜かれたらもう抜き返すことはできない。同じ方法で今度はどんどん差を広げられていくから。3呼吸、4呼吸、5呼吸、6呼吸、7呼吸。一馬身差がついた。信じられない。加速しているように見えるのはジャイロの方なのに、なのに自然にディオの方が先頭に立っていく。天才だ、天才です。これは魔法にしか見えない。おい、どういうことだい、これは。ふん、プロの技ということさ。そして君は田舎者の走り方だ。そのまま後ろに下がっていろ。もしかして癖か。俺の馬に走る時の癖があるっつうのか。嘘だ。教えたところでどうなる。癖は治らない、宿命のようにな。1万2000の表示。枯れた川です。ディオことディエゴ・ブランドーが最初に橋を渡ります。8呼吸。また行った。
馬身、三馬身、追いつけない、追いつけない、もう追いつけない、ジャイロセフェリ。クセだとよ。どういうことだよ。おい、おめえさんにクセがあったのかよ。知らなかったぜ。どんなクセなのかよ。とんでもねえ強敵が多いな、世界ってのはよ。だが、クセなんて直さなくていい。もっと癖を出して走れ。おいおい、よれてるぞ。左によろけるのがお前の癖だ。だが、いいぞ。もっとやれ。もっと癖を出して走れ。橋がどうしたんだ、どうしたんだ。橋から砕け落ちてる。ジャイロすぐにそこを取り合い突っ込んでいる。リオは渡れない。リオ躊躇した。リオ橋を渡れません。リオ一旦橋を降りて川を渡り直すしかない。あいつ また鉄球だ。俺の足の時と同じだ。謎の鉄球の回転が馬の癖を爆発させるように引き出した。昨日の夜さ、このランプに虫がいっぱい寄ってたかってくんだよね。何匹たかってんのか数えてたらさ、すっげーよく眠れた。これでよ、10時スタートのスティールボールランレースもバッチシの絶好調だぜ。いや、すんません。今何時っすか？はい、というわけでスティールボールラン第3回いかがだったでしょうか。ディエゴブランド役加藤正幸です。ですね、もうジョジョファンの方なら、もうおなじみだと思います。ディエゴブランド、あのディオです。もうこの役がやれるっていうのは、もう連載第1話から見ていた私からすると、もう本当に天にも昇る気持ちで本当ありがとうございます。ね、この後もうディオといえば、もう当然ジョジョの宿命のライバルです。作品の中にも、癖は治らない、宿命のようにというセリフも出てきます。まさにこれからディオどうなってしまうのか、詳しくはこの続きは原作で、ということで、どうもお疲れ様でした。次はいよいよ最終回です。お楽しみに。